はい、こちらアモイの練習会場にやってきました。先ほど、選手たちもこの練習会場に到着して、これからですね、現地の日本人の方々と子どもたちと交流が行われるということです。インドネシアから、このアモイまで、移動してきていますが、一番感じるのは、やはりこう湿度がかなりこう下がって、快適に、過ごせる、そういったものをこう肌で感じています。これは間違いなく選手たちにとっても、プレーしやすい環境だと思いますし、あとはこの移動日も含めて、中3日になるので、比較的軽めで、調整が行われるということで、練習後には、しっかり選手にもインタビューしていきたいと思います。Thank you.
やっぱり最初はああいうふうにアウェーで押し込まれる展開っていうのは あってはならないですけど、やっぱりああいうことが起きてしまった後の対応っていうのが大切だと思うので、そこはしっかり、ザイオンが止めてくれたっていうのがありますけど、ゼロで抑えられたのが良かったかなと思います。やっぱり焦らないこと、焦らずにまたみんな気を引き締めて、基礎の部分をまたしっかりやっていこうっていうのを言ってて、そこでまたああいうふうに点が入ったので、そこからまた集中切らさずにやっていくっていう話はしてました。そうですね、やっぱり自分が、今谷口選手が不在の中で、自分が見せないといけないっていう部分で、自分の強みも出しつつ、しっかり今回はゼロで抑えられたのが一番良かったのかなと思います。対人の部分っていうのは目の前の相手にやらせることはなかったですけど、やっぱり
ターバックの間のコミュニケーション、最初の板倉選手のところですかね、あそこのカバーっていうのは多分自分のところでしないといけないところだったので、まあ、そういったところの少しの隙っていうのを見せずにやれればもっと良かったかなと思ってます。そうですね、やっぱり勝つっていうのも大事、それはもちろん大事なんですけど、ゼロで抑えるってことにもまた一つの意味が、後ろディフェンダー陣、まあ、全員ですけど意味があるのかなと思ってるので、そこは多分みんな同じ思いです。まあ、アウェーで相手が6万人以上入るっていうふうなことは聞いてるので、インドネシアと同じような雰囲気で、また最初難しい立ち上がりになるかもしれませんが、そこはもうゼロでまた抑えてしっかり勝ち切りたいなと思います。いやもう前半でうまく点取れてたんで、まあ、守備のところをしっかりするところと、まあ、チャンスがあればゴールを狙いたいなと思ってたんですけど、まあ、ゴールに絡めなかったので少し残念かなと思います。いやまあ、ユキも一緒に入っ菅原選手も一緒に入ったんで、守備のところをしっかりするというところと、まあ、うまく、プレッシャーをかけながらゴール前にも入っていくというところを求められたと思います。いやもうユキも久しぶりの出場だったんで、まあ、やる気に満ち溢れてたんで、そこをうまくサポートできればいいかなと思ってます。まあ、インドネシア戦はちょっと相手にチャンスが、まあ、こっちのイージーミスからチャンスが多かったかなと思うんですけど、まあ、全体的にやっぱ守備がいい守備ができてるから、まあ、攻撃も、活性化できてると思いますし、まあ、それを誰が出てもできてるかなと思います。で、まあ、前の選手も守備の意識は高いですし、選手全員がそういう意識を持ってますし、まあ、ゼロで終われれば絶対負けることはないんで、まあ、そこは大事かなと思います。まあ、そのいい守備からいい攻撃ができてるかなと思います。そうですね、まあ、しっかり、ゴールに絡んで、自分の役割を全うできればいいかなと思います。少しインドネシア戦のことを伺わせてください。サイド攻撃の強みの部分で少しこう前半難しい時間帯があったと思います。その中で、三笘選手が意識したことあれば教えてください。そうですね、背後のボールに対して、まあ、僕らが前に行った時により後ろがリスク管理できてなくてカウンターをされるというシーンは何度かあったので、まあ、それで守備的に行かないといけないシーンも多くありましたけど、そこでやっぱ無失点にできたというのは本当に後ろの選手に感謝したいなと思いますけど、もちろん僕らの前の責任のところもありますし、チーム全体としての課題はより出た試合だったので、まあ、それは次の試合に出せないようにはしたいなと思ってます。ウィングバックでのプレーと、そして、後半頭からシャドウでプレーしました。ポジションチェンジの中で、三笘選手が意識したことを教えてください。まあ、ウィングバックだとやっぱりサイドで一人で守らないといけないシーンだったり、上下としてスペースを作るだったり、逆サイドのところにクロス入っていくというのが求められているので、まあ、そこは意識してやってますけど、シャドウのところでやっぱりボランチとの距離感だったり、前回の、インドネシアの前の試合のところでもなかなか難しい距離感が悪いとかあったので、まあ、そこは意識してやりましたけど、やっぱりまだまだもっともっと、いいトライアングル作ったり、シンプルに前に運ぶっていうところはまだまだ足りないかなと思ってるんで、まあ、より2つのポジションやることで自分もいろんな課題見えてきますし、チームとしての課題も出てきているので、まあ、いいことかなと思います。ハーフタイムのところで監督コーチからポジションチェンジについて指示があったと思います。話せる範囲の中でもいいので一言お願いします。まあ、我慢強く戦って2点を折り返したのは良かったですけど、まあ、次の1点が勝負になるところもありましたし、まあ、5点に なりすぎずというところはありましたけど、まあ、ちょっと後半のところも3点目取れたのは良かったですけど、まあ、自分たちのリズムでプレーできていないところも確かあったので、まあ、そこは改善したいなと思っています。最後に中国戦に向けて一言お願いします。そうですね、本当に大アウェイになる可能性もあると思いますし、コミュニケーション難しいところがあると思いますけど、より前回の試合の修正もそうですし、今まで積み上げてきた部分をしっかりと出せれば勝利に近づくと思います。チーム全員で頑張りたいなと思います。